はい、今回のテーマとしては裏面のラバーを選択する際に大切にしていただきたいポイントについて解説をしていきたいと思います。まあ、今回お伝えさせていただく内容としては、まあ、裏面に初めてラバーを貼る時であったり、まあ、これから裏面の技術をさらにステップアップさせていきたい、そういった時にどういったラバーを選択するのが一番間違いではないのか、自分の特徴を引き出すためにちょっと癖のあるラバーを使用することも一つの選択肢なんですけど、やっぱりまずは穴のない万能な用具を選んでもらうことが一番技術の上達にもつながると私は思っているので、その二面を振る際、二面を安定させるためにこういった要素を踏まえている用具を使用すると外れがないよというラバーを私個人の考えに基づいてご紹介をしていきたいと思います。その一つ目としては適度な弾みを持っているということです。まあ、裏面というのはやはりシェイクのバックに比べて、まあ、しっかりとした面が作りにくいことが多いんですよね。でその面があまり出てない状態で用具が飛ばなかったらもうネット直撃のミスばっかりになってしまうんですよ。まあ、しっかり面を作るっていうのは、まあ、技術を覚える上ですごい大事なんですけど、ちょっとずれた時でもボールが安定して入るように、まあ、適度に弾むラバーを使っていただいた方がいいです。まあ、特圧とかめっちゃ飛ぶラバーを使う必要はないんですけど、やはり軽く合わせるだけでボールが、まあ、ある程度相手コートまで飛んでくれる、まあ、そういったラバーを選択していただいた方がいいです。まあ、自分のスイングにちゃんと応えてくれないと、まあ、技術を覚えることも難しいですし、まあ、その中であまりにも弾まへん用具とかあまりにも飛びすぎる用具を使うと自分自身でボールを飛ばしている感覚がなかなかつかめないんですね。まあ、そういった点を踏まえても、まあ、適度な弾みを持ったらば、まあ、柔らかめの方がいいですね。まあ、柔らかめで、まあ、比較的打球音のいいラバー、こういったラバーがどちらかというと扱いやすくて、まあ、裏面の技術を上達していくのに最適かなと考えております。2つ目としては対下回転に対するやりやすさがあるラバーです。裏面打法をこう練習していく上でやはりネックになってくるのって下回転のボールに対してなんですよ。上回転はある程度練習すればすぐできるようにはなるんですけど、下回転のボールに対してはやっぱり難しいです。まあ、普通に当てるだけだったら落ちるし、しっかり振ってボールを入れる感覚をつかまないといけない。でその時にその下回転を持ち上げやすいラバーをやっぱり使ってもらった方がいいです。私の中であまり良くないと思うのは、まあ、めちゃくちゃ硬いラバーであったり、まあ、飛ばないラバー、まあ、粘着の強すぎるラバーですね。まあ、そういったラバーだと、まあ、強いインパクトを加えることができれば、まあ、いいボールが飛んでくれるんですけど、まあ、初めからそんなことできる人っていらっしゃらないと思うんですよ。まあ、しっかりボールの下に入って軽くスイングして、でそれに応えてボールがちゃんと持ち上がってくれる、そういった用具を選んでもらった方が、まあ、下回転に対する打球感覚もつかみやすいですし、まあ、実践でも、まあ、その技術を行いやすくなるかなと思います。また裏面の場合だとやはりシェイクに比べて強いインパクトでボールを飛ばすことがやっぱり難しいんですよね。その強いインパクトでボールを飛ばせなかった時でも台の中にちゃんと弧線を描いて収まってくれる、まあ、そういった用具を選択してもらった方が、まあ、緊張した場面でも自信を持って振り切ることもできますし、いわゆる外れのないラバーかなと考えております。まあ、その時に大切にしたいのは、まあ、回転がかかることも大事なんですけど、ボールが上に上がってくれるラバーを選択してもらった方がいいです。普通に上回転合わせてもちょっともっちりとしたラバー、まあ、そういったラバーの方がある程度ごまかしも効きやすいですし、まあ、コントロール性も高いかなと思います。でそういったラバーに慣れてからだんだん硬くするであったり、まあ、ちょっとこう変化をつけた用具にしてもらうのは構わないと考えております。3つ目としては重さです。これはやはり重すぎないラバーを選択していただいた方がいいです。あまりにも重いラバーを使ってしまうとやはりラケット全体の重量も重くなってしまいますし、2面の方に重量が偏りすぎてしまうとフォア側の面も出しづらくなってくるんですね。まあ、これ特に表選手ですね。まあ、フォア側に表ソフトを貼っていて裏面にラバーを貼るとやはり裏面の方が重くなってしまうことがほとんど でそのラバーの重量の偏りがあまりにも出てしまうとラケット面が常に上に向いているような状態であったり、ラケットの重さに振り回されて振り遅れてしまったりするんですね。まあ、なので、まあ、あまりにも軽すぎると多分先ほどの要素を満たしているラバーってなかなか少なくなってくるので、まあ、適度な重さですよね。で自分が裏面にそのラバーを貼ってもちゃんと全ての技術が行えるぐらいの重量を選んでもらった方がいいです。まあ、なので特圧よりかはやっぱり最初は圧とか中圧から入ってもらった方がいいです。でその裏面にラバーを貼ってるっていうことに、まあ、慣れること、その重さを扱えるようになってからだんだん自分と相談しながら、まあ、用具の重量を重くするであったり工夫してもらうといいかなと思います。
まあ、また応用のやり方ですと、まあ、ラバーを手前に貼るんじゃなくてちょっと上側に貼ってもらう、まあ、そうすると重量自体は軽くなるので、まあ、私の中ではおすすめなんですけど、まあ、重心が変わってしまうので、まあ、その先端に重心がいってしまうのが、まあ、苦手だと思う方はラバーそのものの重量を調整していただくといいかなと思います。そして最後4つ目なんですけど、フォア側の打球感を考えるということです。これ用具選びの面白いところだと思うんですけど、裏面にラバーを貼って裏面が打ちやすい、それだけで終わりじゃないんですよ。裏面のラバーの組み合わせ方によってフォアの打球感もすごい変わってきます。あまりにもブヨブヨの柔らかいラバーを貼ってしまうとフォア側の硬さもなくなってくるんですよ。まあ、表選手とかでパンパンパンって弾いていくプレーをやりたいという方が裏面に変に柔らかすぎるラバーを貼ってしまうとパチンって弾こうと思ってもうちょっと食い込んでしまう感じがあって、まあ、違和感が生まれたりするんですよ。まあ、そうなってくると裏面が打ちやすくてもフォアに悪い影響が出てしまうので私は良くないと思っております。まあ、逆に硬すぎるラバーを貼ってしまうと弾きが強くなりすぎて、まあ、逆に自分の手元でコントロールできずに暴発してしまうといった恐れもあるんですよ。まあ、これがこの用具選びの難しいところですね。まあ、なので実際にやっぱり貼ってその中で打球感覚っていうのを確かめてもらった方がいいです。まあ、自分のフォアに求めている打球感覚に近づけるように裏面のラバーを調整してもらうことでどちらの技術もバランスよく行うことができるようになりますので、硬いラバーを貼ったらフォア側の感覚こうやな、柔らかいラバーを貼ったらフォアの感覚こうやなっていうのをしっかり自分の感覚として理解して用具選びをやっていただいた方がいいと考えております。まとめとしてはやはり現在さまざまな用具が出ています。柔らかいラバーから硬いラバーにめちゃくちゃ回転のかかるラバーもいっぱいあります。ただだからといって性能のいいラバーをただ振り回されるがままに使うのも絶対に良くないと思っています。まあ、自分自身が裏面でどういった技術を使うのか、どれぐらいのスイングスピードで裏面を振っているのか、もうそことしっかり向き合って用具を選んでもらわないと、例えば練習のワンコースだけはめっちゃいいドライブが打てる、ただ実際はそんなワンコースのボールってあまり打たずにどっちかというとちょりってつなぐような技術が多い、だったらそのちょりって打つような技術がやりやすい用具選びをしてもらわないといけないんで、実際の自分の試合を照らし合わせて考えてもらうことが一番ですね。ただやはり裏面を覚えたての選手はほどほどの厚さの柔らかいラバーを使ってもらうのが一番だと思います。まあ、例えで言わせていただくと、まあ、ラクザ X ソフト、ラクザ7ソフト、ファスターク C1、まあ、ロゼナであったり、まあ、他にも様々あると思うんですけど、まあ、まずはこの程度だと思います。でそこからラクザ7であったりファスターク G1、テナジ05といったちょっと自分の中でレベルをステップアップさせていく順序立てて用具選びをしてもらった方がいいですね。それをいきなりこのラバーが一番回転がかかんねんと思ってディグニクス05を使ったりとか、扱いこなせれば回転はかかるんですけど使いこなせないままそういった高額なラバー、ハイスペックなラバーを使ってもやはりその性能を引き出すことは難しいので、自分のレベル、自分の技術に合わせた用具選びをすることが特に裏面のラバーを選ぶ上では大事かなと思います。ただ触れるようになることで絶対に自分の武器になりますし、覚えていて損はない技術だと思いますので、まあ、裏面を練習していく中での、まあ、この用具選び皆さんの参考になれば幸いです。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。